27日、本日のお出かけ。毎度おなじみ、絵日記動画なのだ。本日のナレーションは、僕、ずんだもんが担当するのだ。さて、主はいつものコインランドリーに向かっているのだ。なかなかこの時期は洗濯物が乾かないのだ。それにしても、一昨日と昨日降った雪はほとんど溶けたのだ。コインランドリーに到着なのだ。今日もこちらのコインランドリーで洗濯物を乾燥するのだ。40分乾燥するのだ。洗濯物を乾燥してる間、蔦屋坂田店に行くのだ。主的に久しぶりに行く感じなのだ。気分転換的なドライブも兼ねているのだ。雪なくって助かるのだ。その分雨が降っているのだ。雪より雨の方が良いとは思うけど、その分夏場の水不足にならないか心配なのだ。昔主が勤めていた会社で水不足によって工場をストップしたことあるのだ。その時坂田市では全家庭とかに節水依頼したほどなのだ。庄内町では節水依頼なかったけどね。蔦屋坂田店に到着なのだ。店内物色中、北に達也とオフィシャルヒゲダンディズムの CD レンタルしてきたのだ。ちょっと通る、見寄っていくのだ。到着なのだ。ドトールコーヒー夢ジェット坂田店。濃いほうじ茶ラテをテイクアウトしたのだ。ここ最近ドトールに来てなかったからメニュー新鮮だったのだ。濃い抹茶オレをどっちにするか悩んだのだ。より安く済んだのだ。さて、そろそろ洗濯物の乾燥終わってる頃かな。今日は午前中に買い物済ましているから他に寄るところないのだ。洗濯物乾燥がメインで他はおまけ的な感じなのだ。コインランドリーに戻ってきたのだ。未だにバッグが一発で決まらないのだ。していたのは以上なのだ。まっすぐ自宅に帰るのだ。ちなみにだけど、主は縦列駐車の仕方を忘れたのだ。縦列駐車で検索すれば出てくるかな。さすがに自動車学校に何か忍び込んで練習コース走るわけにはいかないのだ。前進とバックしかやらないのだ。そんな感じで本日のお出かけ終了なのだ。